皆さんこんにちは。松田洋次さんは声優や俳優として様々な作品に出演し活躍されています。今年の10月で56歳を迎える松田洋次さん、子供がいるという噂があります。噂によると2人の子供がいるとのことですが、真相はどうなのでしょうか。松田洋次さんは1995年に1回目の結婚をされています。客室乗務員の女性だそうで、子供も授かっています。子供の性別は男の子で、亮という名前だと言われています。その後離婚をし、2006年に再び再婚しました。現在は2人の男子の父だそうです。この情報によると、1度目の結婚の際に誕生した子供が鈴見さんとのことですから、おそらく2人目の息子さんは再婚後に誕生しているのでしょう。今朝は息子の学校で絵本の読み聞かせ。託された本のタイトルは生麦生米生卵、本文はすべて早口言葉。プレッシャーかけてくるなぁ。子供に関する情報が少ない中で、松田洋次さんがこのような文章を SNS 上にアップしているのを発見しました。貴重な投稿です。声優や俳優をお仕事としている方の読み聞かせということで、贅沢なひとときとなったことでしょう。松田洋次さんが現在結婚している奥様はカフェの経営者だといいます。ドラマ家族ゲーム1983年で長渕剛さんと共演した松田洋次さん、奥様とは2005年10月に出会い、佳代さんの妊娠が分かり、松田洋次さんの誕生日に入籍したとのことです。今時珍しくはないですが、授かり婚だったようです。お相手はカフェ経営をしており、佳代さんという方です。最初の方で少しだけ述べていますが、松田洋次さんは一度だけ離婚歴があります。したがって現在の奥様佳代さんとは再婚ということになります。ネット上の情報によりますと、前妻は CA だったようです。 CA はずっと飛行機でいろんなところを飛び渡っているイメージで、やはり生活のズレが生じたのでしょうか。息子さんも松田洋次さんが引き取っているわけですから、きっと大変なのでしょう。松田洋次さんはこれまで数多くの作品に出演されてきましたが、現在はどのような活動をしているのでしょうか。もちろん現在もなお俳優や声優として活動されていますが、一部情報によりますと近年は舞台を中心に活動されているようです。またある日のブログ内でラジオ番組の宣伝もされていました。今日は一日ありがとう FM50 三昧オーディオドラマ編10時間生放送がいよいよ今週末に迫って、オンエアされるオーディオドラマのラインナップが公開されました。今回もお宝大放出です。ということで、ラジオ番組などの声を生かした仕事もやっているようです。これまでどんな作品で声の仕事をされてきたのかまとめてみます。一つ目は風の谷のナウシカのアスベル役です。1984年に公開されたジブリ映画風の谷のナウシカ、この作品ではアスベルという男の子を演じています。若干17歳の時に出演されています。2つ目はもののけ姫のアシタカ役です。そしてお次もジブリ作品です。ジブリ映画もののけ姫は1997年7月12日に公開された宮崎駿さんによる映画です。興行収入は193億円を記録した日本映画の興行収入を塗り替えた名作です。松田洋次さんはアシタカ役の声優を担当しています。我が名はアシタカのセリフが印象的でした。3つ目は時をかける少女の高瀬総二郎役です。映画時をかける少女では高瀬総二郎という役を演じています。このアニメ映画もかなり有名な作品です。主人公の誠のタイムリープによって不幸をかぶっちゃった人物を演じました。これまで共通するところは、アニメ界で少年役を演じることができる数少ない人物です。宮崎駿さんもそういった点を評価して自身の映画に起用してきたと述べています。松田洋次さんが出演されている作品はどれも素敵な作品ですし、調べていくと改めて松田洋次さんの演技、声はもちろん人柄も素敵だなと感じます。2019年6月26日放送のテレビ朝日系あいつ今何してるに、年内いっぱいで芸能界を引退する森昌子さんの気になる人が2名 VTR で登場しました。うち1名は彼女が高校生の時に主演した映画どんぐりっこで共演した子役だったのですが、その人選がツイッター上で物議を醸していました。
森昌子さんは同作品で共演した子役を本当の弟のように可愛がり、撮影で泊まっていたペンションでは一緒にお風呂に入り、同じ部屋で寝るなど家族のように過ごしていたといいます。その後は一度も会っていないといい、もちろん役者はやってるんだと思うと想像するも、自分は1986年に結婚してからおよそ20年間芸能界を離れていたために彼の動向がわからないと説明しました。この子役の男の子とは松田洋次さんのことです。劇団ひまわり出身の松田洋次さんは子役時代に数多くのドラマに出演しました。そんな彼の名を一躍有名にしたのはドラマ「家族ゲーム」で、長渕剛さんが家庭教師の吉本剛役、松田洋次さんは高校受験を控えた中学生沼田茂之役でした。また松田洋次さんは先ほども触れた通り声優としても活躍しており、宮崎駿さんの作品にたびたび出演しているのは有名です。現在も俳優として舞台を中心に活動しているそうですが、番組側が彼を行方知れずのような扱いをしていることに X 上では批判の声が続出しました。松田洋次に対して、あいつ今何してるとは失礼な話だぜ、これに出るような人じゃない、松田洋次さんよく怒らなかったな、人間ができているんだなとの声や、なんで知らないんだ森昌子さんと彼女に呆れている人まで出てきました。おまけに松田洋次さんはどんぐりっこの撮影後も森昌子さんに会っていると証言していました。森昌子さんが座長を務める舞台に出演したり、当時彼女が所属していたホリプロの社員旅行に誘われて一緒に参加したりしたといいます。それぞれの記念写真もしっかり残っており、ただ森昌子さんが全く覚えていなかったということが判明しました。同番組放送終了後、松田洋次 X で、松田洋次さんはさすが地上波ゴールデンタイム、反響の大きさに驚いています、ありがとうございましたと番組の視聴者へのお礼と、出演するラジオ番組や舞台の告知をしていました。この時のあいつ今何してるの出演がマイナスにはならないことだけを祈りたいものです。2023年スタジオジブリ最新作君たちはどう生きるか公開を記念して、映画もののけ姫1997年が同年7月21日に金曜ロードショーで放送されました。17歳のアシタカを演じた俳優松田洋次さんは、当初主人公であることを知らなかったし考えてもいなかったまま声の録音に臨んだというのです。室町時代を描いたもののけ姫で、アシタカの凛とした佇まいが生まれるまでの物語について見ていきたいと思います。まず疑問として、アシタカ役は確定状態でのオファーだったのでしょうか。風の谷のナウシカでアスベル役を演じたからオファーされたと考えているそうです。ただ当時の段階で風の谷のナウシカから10年以上が経過していたので、自身の声がふさわしいかどうか確認するためにひとまず声を録音して絵に当てて確認をしたいとオファーがあったそうです。それでスタジオに行って録音をする作業がありました。しかし確認してダメだったという可能性もあり得たわけです。そこで事務所は松田洋次さんに気を使ったのか、宮崎駿監督の新作のオーディションがあると伝えていました。それを素直に捉え、自身もキャストの一人としてのオーディションという認識で臨んだのだそうです。アシタカが主人公であることも知らなかったし、考えてもいなかったといいます。他に受けている人が見当たらなかったそうですが、一人ずつ時間をずらしてオーディションしているのかなと思ったくらいで気にも留めなかったと述べています。アシタカという少年のキャラクターや主人公であることを録音演出の若林和弘監督から説明してもらって、ちょっと撮ってみましょうということになりました。しかし松田洋次さんとしてはあくまでサンプルの素材として主人公の役柄を使ってオーディションをするのだなと解釈して、アシタカのセリフを録音したのだといいます。それが1996年の秋ぐらいだったそうです。昔のオーディションは受かったら連絡が来るものがほとんどで、つまり落ちた人にわざわざ落ちましたよと連絡しないことが多かったといいます。通常のオーディションだと思っていたし、事務所からも連絡がないものだから、ああダメだったんだなと。実際には声を確認して松田洋次で大丈夫ということにはなっていたらしいんですが、と当時を振り返ります。
1997年の正月明けだったそうです。当時あったパソコン通信ニフティフォーラムで一般の方から宮崎駿監督の新作で主演をおやりになるんですね、すごいですねというメッセージをもらったそうです。正月明けに劇場で特報が出て、それを見たファンの方からの連絡によって松田洋次さんは事実を知ったそうです。しかも特報で僕の声を聞いたというけど、アフレコなんかしていないじゃないですか、全く意味がわからないから事務所に聞いたら、そういえば気を使ってオーディションなんて言い方をしちゃってたな、悪かった悪かったって。特報の音声は僕がオーディションと思い込んでいた確認の時に撮ったものだったようです。その時に初めて主人公をやることを含めて全てを知ったんですよと意外な経緯を語っていました。アシタカが主人公であることは説明は受けていたそうですが、タイトルはもののけ姫なので姫にあたる主人公もいる話だと考えていたそうです。しかし台本をいただいて読んでいったら、アシタカが純然たる主人公、完全にアシタカがメインになっているお話だったので驚いたと言います。さらに次々と発表されていく他のキャストの方々のお名前を見て、一体どういうことなんだろうとパニックになったと述べています。森重久弥さん、森光子さん、三輪明宏さんといった大御所の出演に驚いたそうです。誰もが知っている有名な俳優さんばかりでした。松田洋次さんが声優として実績を持っている人間だったら、このそうそうたる夫人の中で主演を張ってもおかしくないでしょう。しかし声の業界においても一俳優としても名があったわけでもない、ましてや超有名俳優でもなく超有名声優でもない中途半端な存在だから、山寺宏一さんや三谷裕司さんとかならともかく、なぜ僕なんだろうという強い疑問、そこは未だに解決していないというか引っかかってはいますと述べています。アニメーションとしてやっていなかっただけで、ラジオドラマなどの仕事は多くやっていたので、声の仕事ということはもちろん何の抵抗もなかったといいます。松田洋次さんがアシタカ役に選ばれた要因について補足的な推測をすれば、風の谷のナウシカの他にも決定打になっているのではないかという作品があるそうです。1987年に NHKFM の FM シアターという枠で放送した「シュナの旅」というラジオドラマがありました。シュナの旅は宮崎さんが描いた絵物語で、主人公シュナを松田洋次さんが演じています。ドラマの制作にスタジオジブリは関係ないのですが、プロデューサーの鈴木敏夫さんは聞いていたのではないかと推測しているそうです。シュナはアシタカと共通点があり、モチーフになる部分が重なっているキャラクターなので、その要因もあったのではないかとしています。いかがだったでしょうか。今回は松田洋次さんについて深掘りしてきました。ご本人が述べている通り、表立って名の知られている俳優では決してないのかもしれません。しかしその声の特徴は、50歳を超えても変わらず少年っぽさを保っている声をしています。宮崎駿監督が認めた通り、ちょっと影のある少年を演じさせたらピカイチと制作過程を伝える映像でも太鼓判を押していました。公開当時の記者会見で、直球ではなかったそうですが、なぜに松田洋次という質問が飛んだ時、宮崎駿さんが、アシタカという少年が単なる不良少年だったら他にいくらでもいたんです、理由はそれだけですと答えました。その記者の方をちょっと睨むぐらいの勢い、なんか文句あるかという感じで、そこでその話題をピシャッと打ち切ったそうです。ここからも宮崎駿さんの松田洋次さんに対する信頼度は十分感じられるのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。